車の世界でフィアットといえばイタリアンベーシックの代名詞。その代表選手は戦後すぐならトッポリーノ、1950年代から70年代はヌオーバ・チンケチェント、そして80年以降ときたらこの名作パンダである。平面だけで作られたデザインは傑作。数多くのスーパーカーを手掛けた天才デザイナージョルジェット・ジウジアーロが私の生涯で最高の仕事と胸を張ったという。パンダより研ぎ澄まされたデザインは今後もう出ないかもしれない。インテリアも非常にシンプルだが、ドーンと広い荷物棚などここまで徹底すると決して安っぽくない。色使いのセンスが最高なのでかえって気高くさえ見える。走っても軽快なパンダはあまりにも広く長く愛されたのでバリエーションも広範囲に及んだ。 4WD や電気自動車まで作られ、スバルからは無段変速機 ECVT も導入している。ここでは後期型を代表する IE の記号に注目しよう。イタリア語でインゼッツィオーネエレットリカ、すなわち電子制御燃料噴射を意味する頭文字だが、これを装備する最高出力45馬力の1リットルエンジンにも意味がある。ローマにほど近いテルモリの専用工場でほぼ完全にロボット生産された近代化を象徴するエンジンなのだ。踏めばどこまでも吹ける暑さはイタリアンそのもの。足回りも知恵の輪のようにユニークなオメガサスペンションを採用してからはしなやかになった。だから誰でもパンダに乗った途端に叫ぶ言葉は同じ。なんだ、車ってこれで十分じゃないか。